バッカじゃないの？あんな小さな子に怒られちゃって。協力するとか連携して戦うとか、そんなの石器時代からの基本のキーでしょ。なあ、アキサが来てから戦い方がガラリと変わった。ほうきぶん回すだけじゃなくて、もっと頭使いなさいよ。言っとくけど、あんたが連れてるのは魔法少女なのよ。ったく、リーダー失格ね。リーダー、そうだな、俺の役割見えてきたぜ。不安な場所ね。歓迎会は他のお店にしましょう。ねえ、アキサちゃん。うん？ふむ、懐かしい筐体だな。私はちょっとお花を摘みに行ってくるわ。ああ、俺はアキサの対戦でも見てくるか。もう5連勝か。余裕だな。おお、大したもんだ。アキサがゲーム好きとは意外だな。はとこに昔からやたらと勝負事を挑んでくるエリザというのがいて、適当に相手をしてやってるうちに大体のゲームはエリザより上手くなった。ああ、この前いた金髪のあの子、アキサのまたいとこだったのか。ニューチャレンジャーか。今度は少しは骨のあるやつだといいが。
さ、大丈夫か？僕が連敗だとは。まただ、動きが全く読めない。センスがいいのか、対応力がずば抜けているのか。本当に熱くなれる相手は久々だ。オムニス、悪いがこれを全部崩してきてくれ。いや、俺にはユキチは持てないぞ。まだやる気？マジ受けるんだけど。いかにも渋谷のギャルって感じの子だな。な、めっちゃちっちゃい子じゃん。君小学生？張り切ってね。レバーガチャで勝てると思うのが間違いだから、そこんとこもよろしくね。ちょっとリリちゃん、こんなちっちゃい子に大人投げないっすよ。ちっちゃい子ちっちゃい子うるさい。もう一回勝負だ。別に何回でもいいよ。っていうか、さっきから気になってたんだけど、そんな景品このゲーセンにあったっけ？マリオ知ってる？僕も気になってたっす。何のキャラっすかね。え、お前たち俺が見えるのか？しゃべった。カウション、カウション。マニア。こんなタイミングで悪魔通知か。現場所は近い。みんな行くぞ。すっごい、本当にこれから声出てんじゃん。それにさっきの音、何？あのね、私たち今魔法少女やってて。イロハ、今は説明している時間なんてない。勝負の続きはお預けだな。中集団すごく怖いっす。私面白そうだからついてってみるわ。マリオも一緒に行く？リリちゃんらしいっすね。僕は締め切りがあるから帰らないと。あ、そう？オッケー。じゃあまた連絡するね。大丈夫っすかね。
これで全部倒しきったか。いやーごめんごめん、気になってついてきちゃったてかおチビがピューンって飛んで超かっこよかったじゃん。なにね、ワイアクション CG プロジェクションなんちゃら。 CG なんかじゃない、これは本当の戦いなんだぞ。これやっぱ腹話術じゃないんだ。いいかよく聞け、俺たちはやめろ、ずっつかな。あれ、なんだこれ、どうなってんの。とりあえず説明するぞ。ゲームや遊びじゃない、本当に危ないから勝手についてきちゃダメだ。てか今の話だと、私さ、おむっちのこと見えてるし、ここにも入れたってことは魔法少女になれるんだよね。確かにそうなんだが、ちゃんと話聞いてたのか。さっき言った通り、ここにいる秋田だって元は奴らに。決めた、私も今日からそれやるわ。今の説得は完全無視かよ。だって超面白そうじゃん。こういう熱くなれるの探してたんだよね。わーい、リリちゃん一緒に頑張ろうね。私イロハ、遊べイロハだよ。と、よろしくねイロハ。私がコンボ決めればとか全員パンパンっしょ。ほんと？すっごい！あんな適当そうな子、本当に入れて大丈夫なの？とりあえず、イロハとはめっちゃ波長合ってるっぽいですね。それって、余計不安なのでは？本人がそこまで希望するなら止められないし、しょうがないか。あ、オムニャンがドスケベそうな顔してる。ああいう胸元がパッカーって開いた子が好きなのかにゃ。違う。そういった私的欲求のために魔法少女をどんどん増やすのはいかがなものかと思うが、不潔ね。結局おっぱいか。違うって、おっぱいなんか見てない、見てないぞ。ちょっと近づかないで。